アスベル・キプロプは、ケニアの陸上競技選手、専門は1500メートルを主とする中距離走。リフトバレー州、ウアシンギ主県出身。北京オリンピック男子1500メートル金メダリスト。ラシドラムジのドーピング違反、失格を経て、2009年に金メダルを獲得した。2007年世界クロスカントリー選手権ジュニアを勝った後、あと、 同年のアフリカ競技大会1500メートルを制した。世界陸上競技選手権大会1500メートルは大阪、ベルリンの4人を経た後、テグ、モスクワの2大会連続優勝を達成した。エルドレット近郊にあるカプティンガ村の出身。キプロプによると、名のアスベルはダンコタルを意味するものである。父のデービッド・ケベネーは1987年。 アフリカ競技大会1500メートル4人となった経歴の持ち主であり、弟のビクトル・キプチルチル・ケベネーも陸上競技選手という家庭に育った。キプロプは島都諸島学校に在学中の13歳から陸上競技を始めた。後には練習に集中するために高校を中退した。キプロプは2006年にキプチョゲ系のハイパフォーマンストレーニングキャンプに入り、 現在も指導を受けている。このキャンプはエルドレット近郊の標高2000メートルを超える高地に位置し、ケニアの名門トレーニング施設として知られる。2007年はキプロプにとって躍進の一年となった。3月の世界クロスカントリー選手権ジュニアで優勝。7月のアフリカ競技大会1500メートルも優勝を飾った。大阪で開催された8月の2007年世界。 陸上競技選手権大会1500メートルにはケニア代表として出場を果たし自己記録を更新して4位に入った。これらの功績が認められて2007年ケニア最優秀スポーツ選手賞の最優秀新人部門を受賞した。キプロプは2008年アフリカ陸上競技選手権大会に出場して800メートルで銅メダルを獲得。 1500メートルで4位に入った。北京オリンピックでは400メートルを先頭で通過、その後も先頭集団でレースを進めたが、猛然と追い上げたラシドラムジンにわずかに抜かれて、金メダルを逃した。しかし、ラムジは大会後の薬物検査で、新型のエリスロポエチンである指定禁止薬物、持続性エリスロポエチン受容体活性化剤の陽性反応を示し失格。 2009年に金メダルを剥奪された。キプロップは金メダルが授与されることが決定した後、ロイター通信から受けた取材に対して、表彰台上でケニア国家を聞けなかった悲しみと薬物違反への悲しみをぶちまけている。キプロップは9月の IAF ワールドアスレチックファイナルでハロン・ケータ2位に次ぐ2位に入りこの年を終えた。 2009年8月の世界陸上競技選手権、大会1500メートル決勝では、スローペースであるにもかかわらず集団の後方でレースを進めてしまい、見せ場がないまま4位に敗れた。800メートルにも出場したが、予選2組7着で敗退している。2010年7月、ナイロビで開催されたアフリカ陸上競技選手権、大会1500メートルでは3分36秒 19? の大会新記録を樹立して優勝を飾った。キプロプはこの年に新設された IAF ダイヤモンドリーグに参戦。ビスレットゲームズプリフォンケーンクラシックロンドングランプリで勝利を収めた後、8月のメモリアルバンダムを制して男子1500メートルの年間王者に輝いた。アフリカ代表として9月の IAF。 コンチネンタルカップ1500メートルにも出場したが6位に敗れている。2011年、テグで開催された世界陸上競技選手権大会1500メートル決勝で同じケニア代表のライバルであるサイラス・キプラガトを破って優勝、初めて世界選手権で金メダルを獲得した。2011年のダイヤモンドリーグは上海2位、オスロ1マイル1位、パリ2位、 ストックホルム1位の成績を残して、ポイント争いの首位に立っていたが、9月8日の最終戦、チューリッヒは7位に入るのがやっとで、ニクソン・チェップ・セバに年間王者をさらわれた。2012年1月、グレート・エディンバラ・クロスカントリーで、エリュード・キプチョゲやケネニ・サベケレを破って優勝した。8月、ロンドンオリンピック戦5 0 0メートルは、決勝でレース中にハムストリングを痛め、 12位に終わった。同年のダイヤモンドリーグは、ドーハで2位の後、ユージーン、オスロ、モナコの3勝を挙げて、ポイント争いの首位に立ったが、最終戦のブリュッセルで5位に終わり、年間王者を逃した。2013年7月19日、モナコで行われた、ヘラクレス1500メートルで、世界歴代4位となる3分27秒72を記録した。 8月18日、モスクワで開催された世界陸上競技選手権大会1500メートル決勝は最後のホームストレートで抜け出して優勝2大会連続金メダルを獲得した。ありがとうございます。